はい、皆さんこんにちは、つむじんです。本日は5月にゆるゆるとオフ会を開催していきたいなと思っていますので、そのオフ会の詳細について今日はのんびりご紹介していきたいなと思っています。で、黄色ひとでさんの手帳に書きましたね。こちらが余白さんの、またリフィル作っていたんですけれども、こちらがつむじんと紙物交換会のオフ会、早いものでボリューム3ですね。で、開催日は5月11日土曜日になりまして、場所が茨城県常陸太田市。もうね、そこで開催といったらサニーサンデーさんっていう風にわかるかと思うんですけれども、サニーサンデーさんで、みんなで一緒にお買い物をして、それでから紙物交換っていう流れになります。あの、店主さんからも OK いただいていまして、本当にありがとうございます。本当に伺うのが楽しみです。で、応募期限についてなんですが、4月3日20時までとなっています。概要欄に Google フォーム設置してありますので、そちらから応募をよろしくお願いします。で、待ち合わせ場所と時間は参加者様のみにご連絡していきます。で、大事なのが持ち物ですね。持ち物の方が A4 サイズの紙物お裾分け一つで、手作りアイテムを1品必ず入れてください。で、手作りアイテムっていうのが、なるべくいろんな方にご参加いただきたいなっていう思いもありますので、こういったお裾分けファイルを入れる必要はありません。もちろんね、これから1ヶ月半ぐらいあるので、ちょっとお裾分けファイル作ってみようかなっていう方は、もちろんね、こういったものをお入れしてもかなり喜んでいただけるんじゃないかなというふうに思います。結構楽ちんなのがこのブックタイプのお裾分けファイルですね。これ昔作ったやつなんですけれども、本当に見開きで簡易的なファイルになってまして、なんか黒もスーとかつけてちょっと華やかにしてた時のやつですね。これだったら本当にただペーパーでパタンパタンと裏面と表でページができるような感じなので、これはそこまで制作時間かからなかったですかね。うん、装飾がちょっとモリモリなので、そこでね、時間かかったかなっていう感じはあるんですけども、もちろんこういったブックタイプのファイルでも全然大丈夫です。こういったのとか、あるいはジッパーバッグとかでも楽しいかもしれないですね。チャック付きで、ただデザインペーパーをパタンと折っただけのファイルなので、こちらもとっても簡単に作れますし、あと Java ファイル作りが得意なんだっていう方は Java ファイルとかでも全然大丈夫かなと思います。なので、A4 の封筒に紙物だけこうザッザッザッと詰めましたよっていうのをはちょっとやめて、何か1点だけでも入れましょうという形になってます。で、今回は紙博参加者さん縛りということではないので、今おすすめしたい紙物アイテム1点必ずお持ちください。そのおすすめしたい作家さんのアイテムでも全然大丈夫です。ハンコだったり、マステだったり、デザペだったり、メモだったり、あ、これみんなに共有したいなっていうのをぜひお持ちください。もちろんね、紙博行かれた方たちはこういったね、紙博戦利品などをお持ちいただいて、このブースがすごく良かったっていう風にお話しいただくのもすごくいいかなと思っています。で、軽く流れ書いてるんですが、サニーサンデーさんでお買い物した後、紙物交換、今回も抽選ですね。紙にそれぞれ名前を書きして一人ずつ引いてもらって、紙に書かれたお名前の方の紙物が当たるという形になります。なので、私の紙物が 100% もらえる回ではないということをご了承ください。で、あとサニーサンデーさんが駅から遠いということで、タクシー移動になります。なので、時間厳守でお願いします。タクシーに乗ったらみんなで割り勘ということになりますんで、後から精算っていうことになると、ちょっと忘れてしまったりとか、行き帰りで精算も発生してくるので、なるべく小銭お持ちいただけると助かります。
そう、それで電車が遅れてしまうっていうことももちろんね、あるかなとも思うんですよね。それで待ち合わせ時間に間に合わなかったっていう場合はお一人でタクシーで来ていただく形になります。もしもね、遠方から来られる方は交通費がかなりかかってしまうかもしれないということも念頭に置いていただけると助かります。そうで、もし地元の方いらっしゃいましたら、サニーサンデーさんの周りのカフェやフリースペースでちょっとおすすめここあるよっていうのをぜひ情報をお寄せください。その Google フォームに書ける欄用意していますんで、ここのフリースペースがなかなか良さそうだよとか、カフェだったらここ人数入れるかなとか、情報をお寄せいただけると本当に助かります。で、今回のオフ会に限らず、お友達へのお手紙や荷物はお預かりすることができません。で、反対に私へのお手紙、お土産なども直接手渡しか郵送のみでお願いしたいと思っています。そう、紙箔でね、ありがたいことに私もお友達自身もものすごくたくさんのお土産をいただきました。本当にありがとうございます。で、それでこれを渡しておいてくださいねっていうのがお互いにあって、で、自分たちがいただいたお土産もあって、購入品もあって、で、持ってきている荷物もあってっていうことになると、ちょっとアップアップになってしまっていたんですよね。ものすごくありがたいことなんですけれども、なので、今回のオフ会に関しても、かなり遠方での開催になるので、お友達が来るかは分かりません。なので、まずお預かりができないっていうこと1点と、かなり遠い話にはなるんですが、私は今年の夏、上博は京都の1日目に青春18切符で行きたいなっていうふうにちょっと夢見ています。まだね、夢見ている段階なんですけれども、なので、今後ですね、例えば今回の上博みたいに私もお友達も同じ館内にいるよっていう状況で、すぐ近くだから渡してほしいっていう状況だったとしても、もう今後お預かりなしということで友達とも話し合いました。なので、何卒よろしくお願いします。ご不便おかけして申し訳ありませんという感じですね。はい、今回はもう3回目なのでゆるくざっくりの説明にはなるんですけれども、もし万が一そのサニーサンデーさんの周りで行きやすそうなカフェフリースペースがなかったとしたら、海辺で紙物交換する可能性もあるかななんて私はほんのり考えてます。なので、そう、必ずその来られる方は、お昼ご飯はしっかり食べてきてください。私の場合は特急電車で行く形になるので、特急電車の中で駅とかで買ってきたおにぎりサンドイッチなど食べても万全で向かうっていう形になるかなと思うので、そのね、現地の方でご飯を食べようっていう風になるとちょっと大変になってしまうので、長距離の移動にはなるんですが、上手にすいませんご飯を食べてきてください。でね、万が一そうなかったとしたら、海辺で持ち寄ったお菓子を食べながら紙物交換っていう可能性もなきにしもあらずです。でもね、私は生まれ故郷の海なので、それも嬉しいかななんて思ったりもするんですけれども、遠方でちょっとそこら辺がわからないということもあるので、念のため持ち物に軽量の日傘入れていただけるといいかなと思います。万が一でタクシーがなかなか来ないねっていう時に長距離歩く可能性も考えられます。万が一で片道30分歩いたりっていうこともあるかもしれないので、歩きやすい靴ですね、ヒール靴などはちょっとお控えいただいて、長距離歩ける靴、あと軽量の日傘で、ここら辺の持ち物ですね。ちょっとね、どうなるかが私も全然想像つかないオフ会ではあるんですが、その上博の時に必ず行きます
って言ってくださった視聴者さんにはもう日程もお伝えしていたので、あのゆるくご参加いただけると嬉しいです。そうで、あと茨城の視聴者さんですかね、以前からのメッセージくださってて、サニーサンデーさんの店主さんに、その私の動画にサニーサンデーさんの素材が紹介されてるんですよとかいろいろ伝えてくださって、でサニーサンデーの店主さんからもありがたいことにメッセージいただいたりなんかしていたので、その視聴者さんにはね、ぜひご参加いただきたいです。あの前回のね、東京のオフ会の時にも勇気が出なくてオフ会に行けなかったっていうお近くの方がちょっとメッセージくださったりっていうこともあったので、私茨城に住んでいてちょっと頑張ったらいけるな、でもオフ会ちょっと怖いなっていうふうに思ってる方いらっしゃいましたら大丈夫です。私もね、オフ会って自分で積極的に参加するたちじゃないもんで、なんかね、自分で開催するっていうのに私自身も結構不安だったりします。いや大丈夫かな、成功するんかなとかね、本当に心配になったりとかするんですけども、そんなね、主催者がゆるゆる不安になってるようなオフ会なので、あの気楽な気持ちでぜひご参加いただけると嬉しいです。ちょっとサニーサンデーにお買い物行こうかなくらいの気持ちで来ていただけたら本当に嬉しいなっていうふうに思ってます。そうですね、お近くの方よければぜひぜひご検討ください。ということでね、これからちょっとバインダー作りになっていくので、おうちおやつですね準備できなかったタケノコの里をいただきます。うん、美味しいいつも通りの味だすいません、バタバタしてるとね、ちゃんと用意できなかったりとかするもんで。そうで、こちらの紙箔に持参したバインダーなんですけれども、このね、レースどうやってつけてるんですかっていう風にコメントいただいたりとかして、すごく嬉しかったので、自分がこう作った方法などもちょっとご紹介できたらなっていう風に思ってました。これは上のところを、この手芸用ボンドですね、これでちょんちょんちょんとレース重ねてちょっとずらして貼ってみたっていう感じになっています。レースずらして貼って、でなんかちょっと後から引き揃い糸も足したいななんて思って、引き揃い糸もちょっと足してますね。なんかこのレースのタッセル欲しいなって思ってたの で、 あと布の素敵なラベルつけてみたり、あとハートのロケットペンダントですね、大好きなチャームつけて、キラキラチャームに、ちなみにね、中にね、あの呪術廻戦の東堂くんみたいに虎杖くんと高田ちゃん入れようかなとかちょっと考えてたりしますね。ロケットペンダントっていうとやっぱりそうなのかなとか思ったりするんですけど、で、このダイソーのこのバインダーだと穴が開いてるんで、安全ピンでこうやって引っ掛けてます。なのでその固まってもう乾燥したレースのタッセルを安全ピンで通して、でボタン飾りでくっつけてみたりとかしてますね。非常に可愛くてお気に入りです。で、あの後ちょっと中身加えたりしたので見ていただきたいなと思ってたんですが、こんな感じですね。あ、ギリギリの大きさで作ったからちょっと折れちゃってる。こんな感じでコラージュしていて、で一番初めのところがこのオビワンさんのチケット貼りたかったんですよね。なのでスタンプは紺一色でスタンプコラージュしてます。今回の紙箔の思い出がもうそのまんま詰まったようなスタンプコラージュですかね。で上のところにはソカナさんのグラシン紙で作ったミニ封筒ですね。なんか入れるようにしようと思ってこのサイズでグラシン紙の封筒を作ってました。ちょっとねまだ空っぽなんですけども、なんか入れようで、次のページがこんな感じで、オビワンさんのすごく綺麗だったありがとうございますシールや
長木パーマさんのシールですね。すぐ剥がせるようにマステ輪っかにして軽く固定してるだけです。こんな感じでトレペ挟んでみたり、余白さんの可愛いメモにちっちゃい女の子でちょっとコラージュとか楽しんでましたね。お迎えしたマステもちょっと使ってみたりとかして、でこれはいただいた小さなショッパーですね。鳥さんの絵柄がすごく好きだったので、こう周りをペーパーで囲ってボンドで貼ってポケットになるようにしています。こんな感じですね。すごく簡易的な、ボンドでがっちりこうサイドとか留めてあげると絶対外れることもないので、でシルスさんに実演いただいた素敵なカードも思い出に一緒に入れてますね。ちょこっとしたカード入れに使いやすいかなっていうのと、で裏側ポケット作ってますね。こんな感じで瓶の中に女の子がいるよっていう風にして、エリックさんのカードも一緒に入れてますね。素敵なデザインだなと思って。このポケットが、余白さんの非売品のマステが入っていた袋ですね。大きさがこのサーナバインダーにちょうど良すぎると思って、右側カットして横から開けられるようにして、北岸由美さんの蝶々のショッパー可愛すぎたので中からほんのり透けて見えるようにしています。やっぱりね、この余白さんの袋がガッチリしてて横空いてても全然紙物落ちてこないですね。これ便利だなってちょっとびっくりしたんですが、で後ろのページには、ブース様にお渡しする名刺ですね。私まだ全部手書きなんですけれども、撮影させていただいてもいいですかっていう時にお渡しするカードが入っていて、これを紙箱の時に、持っていてたっていう感じですね。でいただいてきたステッカーも挟んだりとかしていて、後ろまだシンプルですね。でこんな感じのバインダーになってるので、今日はねちょっと中のポケットを作っていこうかなって思ってます。で、紙箔の紙物たちがこちらのクリアファイルの中にザブザブ入ってるので、何を使いたいかなっていうと、あ、これだ、岡崎直也さんの、おっとっと、岡崎直也さんのこちらのペーパーがめちゃくちゃ素敵だったんですよね。ちょっともう若干シワっとしてきてるんですけども、これを使ってね楽しくポケットを今日作っていきたいかなと思ってます。こちら大空亭さんのショッパーにつけていただいたすごく印象的なシールなんですけれども、合うかな、スタンプあたりに合わせていったら合わないこともないのかな。このね一番上の馬とかすごい可愛いんですけども、で同じサイズのリフィル作りたいときは、ダイソーで販売されているこのバインダーに合うサイズのリフィルですね。私の場合ポケットなんですけど、これと全く同じサイズで作ります。これにねサイズ合わせないとこう締めた時にね飛び出してきたりとかしちゃうんで、うん、やっぱり正規品でサイズ合わせた方がいいですね。なのでこれは、うん、2つに折ってひっくり返ってるけど、こっちが前でも素敵かな。ちょっと主張が強いかな、うん、こっち側にしようかな。でサイズ合わせてもらって、あ、ジャストだ、サイズ合わせて、そうで、そのオフ会についてねゆるゆる話しながら作っていこうかななんて思ってるんですけども、私生まれが茨城の北部なんですよね。なので
サニーサンデーさんにどうしても足を運びたいなっていうのを前から思っていたのと、なんか久しぶりに故郷の海を見たいなっていう気持ちもあるんですよね。すごく個人勝手な話ではあるんですけれども、でサイズがっちり合わせたら、こちらもがっちりサイズ合わせて、うん、あ、そっか、ポケットにすると、あるいはこれをポケットに、いや、ちょっと難しいかな。ちょっとポケットの形考えよう。でね、このサーナの丸のこの間隔がミニルクとかと全然サイズ違うんですよね。穴の間隔のサイズが全然違くて、こういった穴開けパンチが使えないんで、手動で開けていきますね。穴の部分をチェックしてもらって、でこれも確かダイソーで購入した一つ穴パンチですね。ラミネートとかもこれだとものすごいがっちり穴が開くので、非常に助かってるアイテムです。これで、でこっち側が開いてるんで、合いそうなカラーのマステがブルー、ここら辺ギンガムチェック絶対合いますよね。合うし、この方眼も、うん、方眼にしようかな、ブルーで爽やかな感じで。そう、いただいたお手紙の中に、自分で作る紙物の強度が上がらずちょっと悩んでますっていう内容が書かれたお手紙があって、確かにこう初めのうちってどうやってその手作りの紙物の強度を上げたらいいのかってわからないんですよね。私も本当に試行錯誤しながらだったんですけども、今ね、こうもう自分のなんでマステ使っちゃってるんですが、誰かにこう贈り物をしたいなっていう時に、こういったね、例えばローディットバッグとか、あとこういったちょっとしたポケットとかでもマステをもしも使うんだったら、上下両面テープ貼るのをおすすめします。これだと強力両面テープですね。ママ母さんのリボンの両面テープなので、概要欄に商品リンクも貼っておくんですが、結構ね、そのマステで紙物を固定して、で中に入れたい紙物をザクザク入れてお渡しすると、手元に届いた瞬間にマステが取れてるということは本当にあるあるなので、でもしね、それ自分がいただいた場合は、楽しくね、修復するのもまた紙物の良さかななんていうふうには思っているんですけれども、とにかく丈夫になるべく長く使ってもらいたいなって思っている場合は、うん、こうやって端にこうやってその都度両面テープを貼ったりするか、あるいはさっきみたいにこう紙でこの幅で縁取りみたいな感じにして、もうボンドで固定しちゃうっていうのが一番強いですかね。うん、かなりボンドで固定するのは強いかなと思います。よし、これで簡易的なポケットできて、せっかくなんで馬でポケット作りましょうかね。お城が見えなくなっちゃうんで。でもね、私も思い返してみると、本当に初めての紙物を作ってね、その贈り物をするよっていう風になった時に、結構その紙物のこうサイドを留めるのにマステ使ったりとかしてたんですよね。で、友達にできたからなんて言って渡したりとかもしてたんで、なのでね、こう何回もチャレンジして
ようやくはこれかなっていう方法が見つかるのかななんて思ってます。ちなみにこう今折り返し部分作りながらポケット作ってますね。で、ポケットを作るとき自分がちょっとポイントかなって思ってるのは、この折り返し部分の幅があんまり広くなりすぎないことですね。手持ちの本当に両面テープの幅ギリギリぐらいの幅にしておくと結構ぴっちりした綺麗なポケット作りやすいですね。それもね、紙物を何度も何度も作っていてようやく気づいたことあったんですけど、で下側もギリギリだいたい 0.7 ミリ幅で折ってあげて、端っこちょこっとカットですね。ですごい馬のページになった。だいたいサイズ合ってるかなーで合わせてあげて、で私もそうだったんですけど、紙物初心者さんで一番初めにつまずくのってポケット付けだと思うんですよね。なんかねシンプルなようで案外難しかったりもするんで、ちょっとね自分が心がけてることを伝えながら今日は貼っていきますね。これだと分かりやすいですかね。両面テープの幅キリッキリくらいで折り目つけていて、これがね例えば1センチとかくらいの折り目になっていて、でこの折り曲げるところと両面テープのここが間がかなり空いてると、なんかガボッとした見た目の悪いポケットになっちゃうんですよね。なんでポケットをつけるときにもちょっとポイントがあって、まず、下側を接着しますね。まず下側を、自分の場合だったら下のベースの紙ちょっと見えててほしいんで、気持ち離して貼って、でだいたいここら辺で合ってるかな、で一回大丈夫大丈夫合ってるので、で自分の場合なんですけども、一気に両方外してペタっていう貼り方ではなくて、まず右側外してバチッと、まず右側バチッと貼ったら左側外して、で若干こう引っ張ってテンションをかけながら貼るという感じですね。隙ができないようにちょっとこうギュギュ引っ張りながら貼ると、なんて言うんでしょう、こうちょっとぐらい斜めになったりとか逆さになっても落ちづらいポケットになるんですよね。あと見た目にもすごく綺麗になるっていうんで、その両方剥がしてせーのペタっていう風にやると、軽く斜めにしただけで中身がザバーって出てきたりとかするので、結構そのあんまり素材が動きすぎないぴっちりしたポケット作りたいんだよっていう方はこの貼り方がおすすめです。ちょっとしたことなんですけどね。私は最近こんな具合で貼ってます。青空亭さん青空亭さん、裏側でもこれやっぱり貼っておきたいな。裏に思い出にこう貼る感じ、ちょっと前コラージュしちゃいましょうかね。前コラージュしちゃおう。お土産にいただいた素敵なね電車の切手使いたいなって思ってたんで、どの蒸気機関車がいいかな。普通の電車もかっこいいけど、あ、これ渋いな、これにしよっかな。うわ、馬に合う、これにしよう。
これこうセンターな感じ、あ、かっこいい。いや、視聴者さんに感謝だ、これかっこいい。で、自分のでもそうなんですけど、例えばこうコラージュするときに、私は長く使いたいものに関してはコラージュも強力の両面テープ使ってますね。まあね、剥がれてきちゃったら後から修復でも全然いいんですけれども、なるべくズボラなんで修復少なく長く使いたいなっていう気持ちがあったりするんで、これかっこいい。わー、でセンターに、うわー、かっこいい。しびれる。いや、いい感じだ。うんうん、なんか足したくなっちゃうんだよな。なんか足したくなっちゃうけど、ここら辺の文字系とか合うかな。うん、でもくすんじゃうかな。うん、上側でちょっとこう使おうかな。うん、やっぱりハートの部分をちょっとつけてみたい。斜めにして、うん、さりげないぐらいがいいですかね。あ、好きかもしれない。うんうん、こんな感じでポケット作って、裏側うん、無理に合わせる必要もないかな。いや、モネさんの方がカラー的には合うかな。多分カラー的にはモネの素材の方が合いそう。うん、なんかブルー系でまとめたいかもしれない。やっぱりなんとなく水色ブームが今巻き起こってますね。自分の中でね。残っている余りのペーパーで、やっぱりプチポケットが作りたいかな。うん、プチポケットにしよう。残りのペーパーもやっぱり素敵すぎる。うん、世界観全く壊れないですもんね。で、プチポケットが作りたいぞとなったら、上はちょっと強度増すために折ってあげまして、ここ蓋ですね、蓋になって、でちょうどカットした余り紙がぴったりなんで、今ね、これお気に入りです。ダイソーのアートミュージアムコレクション、結構ね、いろんなところに使いやすいなと思って、これをサイドの、なんて言うんでしょう、ビヨンって伸びる部分にしたいので、だいたい 0.5 ミリ幅で、すいません、私自己流なんで全然違う作り方だよっていう方もいると思うんですが、2つお山作ってもらって、ちょうど両サイドいけそうかな。これはギリギリだろうか。はい、切る切る。こんな感じで、ちょっと分かりづらいかもしれないんですが、外側にペーパーが見える感じですね。にして、あ、ダメだ。
これ型が足りてないこんな感じ、今こんな感じに、あ、上下違うけど、まあ、中だからいいかこんな感じになってて、でもう片方も一緒ですね。だいたい5ミリ幅で適当に測らなくてもね、だいたい5ミリだったらもう目測でやっちゃいますね。2つお山作って、うん、でカットですね。なんかね、多分プチポケットって自分でも何入れるんだろうっていう風に思ってるんですけど、なんかね、ちっちゃいポケットとか紙物についてたりすると嬉しいんですよね。私だけかな。なんか細かい細工とかね。これも外側にカラーが出るように接着していただいて、うん、これでビヨンビヨンポケットですね。こんな感じにして、で一番下に両面テープ貼っておいて、でやっぱりポケットつけるときは片方はまだ両面テープつけておいて、下から接着ですね。下からパチッと合わせて接着して、右側がまっすぐになるように貼ってもらって、で最後に左側ちょっとこう軽く斜め上に引っ張ってテンションかける感じですね。そうするとピチッとしたポケットになるんで、といってもね、簡易的なポケットではあるんですけど、これでちょっとぐらい伸ばしてもまあ大丈夫かなっていうポケットですね。こんな感じで、でこう、うん、やっぱりポケット付き良いですね。でこのポケットをつけるときに、後ろの隅ギリギリに両面テープ貼っちゃうとちょっとねポケット開きづらくなったりとかするので、自分だったらなんですが、ちょっとね中に1センチくらい余力残してあげて、反対も1センチくらい余力残してあげて、こんな感じですね。両面テープちょっと残して貼ると、ここら辺かな、ちょっとねこう紙に負担がかかりづらくなるので、こう端っこまでぴっちり貼ってしまってるとね、結構紙がポケット部分が引っ張られて破けやすくなったりとかするんで、うん、負担がかからない方法でやっていきたいですかね。で最後ポケットで、後でもね素敵かな、あ、めちゃくちゃ素敵かも。ちょっと下が外れちゃうけど、これくらいでカットして、あ、洒落ちゃってるかもしれない。うん、淡いブルーで良きですね。なのでさっきのデザペの余りでこれの土台を作ってあげたいので、適当ですね、もうね土台は適当なんで、大体の同じサイズで2つ折りして、両面テープつけて、ここら辺につけたいなーで貼っ
ってもらって折り曲げて、ちょうどベロの部分っていうんですかね、噛ませて作ってあげて、なんか左寄ってるけどまあいいかでシール貼りますね。うん、爽やかですかね。でセリアのマグネットタックピースで半分サイズですかね、だいたい半分でちょんと切って、で半分に切れたらペタッと、ではい、出来上がりですね。めちゃくちゃ簡単なシンプルなポケットの出来上がりで、うん、こういうのくっつけたくなるんですよね、なんかね。椅子を足したいかな、いや、なくても素敵かな。あ、ポケットに足したいかも。うん、ポケットにちょっと足しておこう。で、レースはさっきの手芸用ボンドで軽くペッペッペッとつけますね。水色にレースが映えますね。あ、いいかもしれない。うん、これでね、あの装飾足りないなって思ったら、ちょっとボタン貼ったりとか別のペーパー貼ったりとか、クロモス貼ったりとかでもいいかなと思うんですけど、あ、いいかもしれない。うんうんよかったよかった。こんな感じで簡易的なポケットの出来上がりですね。なので私はこのダイソーのサーナリングは一応紙箔ジャーナルっていうことにしてますね。紙箔の思い出をたくさん詰め込んだジャーナルなので、これからもね、いろんな思い出入れていけたらいいかななんて思ってます。うん、これで自分が買ってきた紙物とかこのポケットだったり中側に入れてもいいですかね。あ、よかったよかった、いい感じにできた。うん、ということで最後はジャーナル作りの方にちょっと専念してたんですが、オフ会ですね。オフ会の方は多分少なくて3人多くて5人ぐらいかなっていうふうに予想しています。そう、でもあの前回みたいにかなり大人数でワイワイっていうのも好きなんですけれども、少人数でこうしっぽりオフ会っていうのも私は好きだったりするので、まあね、人数が少なかったら少ないなりにのんびり楽しめるオフ会にしたいななんて思ったりしています。ということで皆様のご参加、私も楽しみにお待ちしています。それでは次回の動画で元気にお会いしましょう。つむじんでした。またねー。